どうやって？策を出すのはお前の役だろ。うん。砦に入る道は一つだが守りが固い。忍び込まねばならぬだろう。崖の見張りが手薄だ。崖を登り壁を越えよう。何？お前は猿か？役立つ兵具がある。どこ行くんだよ。うまくいけばのろしを上げる。攻め入りの合図だ。猛虎を挟み撃ちってわけか。見ろ、やはり策があったな。崖に続く道を探す。のろしが上がるまで隠れておれ。おい、ジン、死ぬなよ。Энээс мултар чадахгүй. Ямар нэг юм харуул. Юу мадраа.
хэрэгтэй байгаа юу? Уцаа дээрж мэдэн сэрэмжтэй бай. Ахиад учруул. Өхтөд болгоно. Бэтгэлээ.一番手は誰だ？ を上げて竜像を入れよう。 門を開けねば。 Come on.
てくれると信じてました。運が良かっただけだ。今もどこかで見られてるのかも。いつ迎えが来るか仲間と賭けをしてたんです、負けちまった。酒は持ってきたよな。一体どういうことだ、さっぱり意味がわからねえ。どうした。猛虎はうまい飯をくれたってよ。それだけじゃねえ、拷問もなしだ。そりゃ歌も許すはずだぜ。無事であったことを喜べ。だがどうしてあいつらに飯を食わせる。見返りを求めたのやもしれぬ。助かったよ。あいつらは俺の全てだ。よし、てめえら馬に乗れ。小松でユナに会わなければ。お前はねえだ。かけろ、かけ。戻ったね。まだおったのか。嫌なのかい。鍵縄の完成を見届けた後すぐ島を離れるのかと。船を探したいけど、あんたはタカの恩人だ。志村様を助けるまで付き合うよ。それは心強い。皆を集めてくれ。なんて言えばいい。これより金田の木に向かい、叔父上を救うと。侍は誉れを重んじると書で読んだ。それが己らと我らの違いよ。ならばなぜ我が兵は背後から斬られている。酒井は決してさような手を使わぬ。戦では化けの皮が剥がれる。ならば己は犬だな。不未来の下地でしか動けぬ哀れで臆病な犬だ。前の老いも侍の道に背き、犬になるつもりのようだ。止めたくば大元国に下るしかない。そして我らは本土襲来の手先となる。違うか。考えておくことだ。ただし急がねば己の老いは道を踏み外すことになるぞ。それまで首がつながっていればな。どうした龍蔵、何があった。みんな揃った。菅笠衆を待つ。いや、先に小屋で待っておれ。